ケンドさんなんです。ケンドさんです。はじめまして、ケンドさんなんです。よろしくお願いします。さあ、ということで、はい、本日も剣道大会に出場してみたということで、まあ、先週はね、はい、三段さんが非常に頑張りました、はい、これは負けじと今回出ていきたいと思いますが、最後は結果もね、そうですね、していきたいなと思います。もう、言っちゃうともう予選リーグとか僕が出ましたので、はい、自慢を作りました、はいはい、あとは五段任せますよって状態です、うん、なるほどね、よろしくお願いします。やっぱあれがね、勝った後ってそんな感じで来るんで、あんまり結局勝ったのが、ただ試合が強かったんで、ね、まあ、確かに三段さんのね、もう泥を塗るわけにいきませんので、はい、よろしくお願いします。チームに塗るわけにいきませんので、はい、頑張っていきたいと思います。それでは参りましょう、試合始め。
ということで、はい、我らが入ったチーム、ちょっと名言えませんけども、はい、なんと、見事、団体戦、優勝しました。もうこれね、もうみんなにメンバー呼ばれましたけど、うん、もう最強の3番組の助っ人になってくれて、大活躍してくれたから優勝できた、いただきました、大変でございます。建前、建前、あ、建前、最後負けてるんですか。それはちょっとね、まあ、とりあえず、いい試合できました、はい、いいところだけね、皆さんがお見せできたかなと思いますので、一緒にですね、頑張っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。